山菜として、食べ頃のうド成長したうどうどのかすいうどは、うこぎかたらの貴族の多年草。香りが強く、山菜や野菜として好まれる。季語、晩春。日本では、北海道から本州、四国、九州までのほか、国外では、朝鮮半島、中国、千島、枯太に分布する。林芸や林園、山野に自生するほか、畑に植えられて栽培もされている。 大型で竹が高く、高さ約1から1.5メートルに成長する、総本である。茎は円柱型で太く、緑色をしており毛が生える。葉は生し、2回羽上複葉で三角形をしており、長めの洋兵がつく。醤葉は卵型をしており細かい毛があり、肺にギザギザがある。夏から秋頃、8から9月にかけて、茎の上部に、球状の大きな三型化剤、多数付け。 柄がある小道3ト、mm、ルほどの白もしくは薄緑色の小さな花をたくさんつける。花弁は5枚付き、上部は両生芸下、部は尾花となる。おしべが5本、貝脂肪に5本の花虫がある。果実は秋に直径3ト、mm、ルほどの球状の液化が実り、熟すと黒子色になる。一花中に3から5個のゴマ状の種子を持つ。春、初夏に芽吹いた小さな苗は、 山菜として利用できる。東京うど若葉、つぼみ、芽及び茎の部分が食用になり、香りも良い。つぼみや茎は採取期間が短いが、若葉はある程度長期間にわたって採取することができる。林の際など日当たりの良い場所か、半日陰の傾斜地などに自生するが、スーパーや八百屋などで見られる白いものは、日の当たらない地下の室で株に土を盛り暗闇の中で栽培した。 南白栽培によるもので、もやしのように茎を白く伸ばして出荷する。料理の分野では前社を山うど、校舎を白うどと呼び区別することが多い。校舎には、立川市を中心とした東京都多摩地域の特産品や大阪府茨城市、大田及び選定自治区特産の三島うどなどがある。ウドは山菜として有名で、 山うどはややアクが強く、山菜として早先端を天ぷらなどにするほか、ぬた、茹でたものを酢味噌あえ、味噌汁の身とする。白うどは前期のほか、酢水でアク抜きをして、煮浸しやサラダとしても食べられる。また、皮もや柔らかく、短冊切りにして金ぴらにすると美味しいため、白うどは捨てるところがほとんどない。一箇所から数本のうどの大木が生えている場合は、一本は切り倒してよい。 茎の硬い皮を削ぎ取ると芯の部分はセロリのように微味である。ここまで大きくなると生のままでもほとんどアクがなく雑味もない。また先端の部分はまだ柔らかいので若葉やガガがまだ出ていないものは摘んで天ぷらにできる。ただし食物アレルギーがあるので食べる際注意が必要。山中に生えるものは太く立派だが平地の林等に生えるものは成長しても 細いことが多い。通例根茎をうどと称詞独活格根湯などの各種漢方処方に廃材されるほか、根もは強活として薬用にされる。秋に根を掘り取って輪切りにし天日干ししたものを用いて、煎じて服用すると体を温めるとともに頭痛や顔のむくみに効用があるとされる。また、藍の民族はうどを血きなと呼び、根をすりつぶしたものを内身の湿布薬に用いていた。 アイヌにとってウドはあくまでも薬草であり、茎や葉が食用になることは知られていなかった。セリカのシシウドの根は、トド毒ツと呼ばれ、日本薬局法外省薬企画2018に収載されている。ウドの大木ことわざ、前日の通り、ウドは1.5メートル前後の大きさに育つが、茎が太く育った頃には食用にもならず、また茎が柔らかすぎて木材にも適さないということから、 転じて、図体はでかいが中身が伴わず、役に立たないものの例え。ただし、前述したようにウドは、樹木ではなく、双本の一種である。ありがとうございます。